こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということで今日なんですけど、まあ、タイトルにねあると思うんですけど、銀座やっと挑戦しました。今日動画26日火曜日かなに撮って、その日にあげる予定なんですけど、今日初めて挑戦したんですよ、新 EX に。金曜だっけ、土曜か、土曜の6時から実装されて、ちょっとね体調悪かったりとか時間なかったりして触れてなかったんですよね。で今日ねやっと触ったんですよ。結構ツイッターとかでも難しい感じは察してて、うわーと思って、あとあのさ、なんだっけ、山岸 P からの挑戦状、あ、これこれあったじゃないですか。でさ、なんかさ、翌日、実装された翌日ぐらいにさ、意外と多くの人が達成してたじゃないですか、50人だかで石いただくことができたんですけども、本当その方たちありがとうございました。あの20人現れればクリスタル10個全員ってことで、まあ私もやって動画にしたいなって、挑戦したいなって、でもなんか難しいってなんか聞くし、どうしようって思って、で新 EX プレイしてなんとかクリアしてきました。なんとかですよ。いやー、それでさ、新 EX 極めの方はまだ挑戦してないんですけど、まあ星12個じゃないですか、9からの12個でさ、いやマジね、もうね、私新 EX でもめちゃくちゃ疲れたんですよ。もう指が1回勝ったんだけど、それ以降は負けたりなのよ。だからまぐれで勝った感じなのね、今んとこで。これを動画に収めたかったんだけど、なんかね、画面収録してたら負けてさ、してなかったら勝ったんだよね。まあそれ関係ないんだけど。だからね、ちょっとね、動画に収められてなくって、だから今からその動画撮ろうって思ったんだけど、もうクリアするのに疲れちゃって、だからごめんなさい、ちょっと動画ないんです。でちょっとね、私のクリア履歴見てもらっていいですかね。いや、ごめんなさいね、本当に。なんかね、なんか疲れちゃったの、本当に。これだね。そう、一人も倒れずができなかったの。私はですね、こちらのパーティーで挑みました。3分41秒もかかっちゃったの。まあ、やっぱ最初だし、新 EX だしとかって思って舐めて、まあ、クリア履歴は見ないでやろうと思って、まあ、これでクリアしたんですけど、舐めてたわ、マジで。新 EX だから余裕っしょ、みたいな。星9個だしとか思ってたらさ、あのさ、煉獄だっけ、なんかのフィールド効果みたいな、いやマジであれえぐくない？しかもなんかさ、プラスなんか反射のダメージみたいな、え、もう全然鬼畜じゃんみたいな、なんか星9の割にえぐかったなっていう。てかあのね、フィールドのダメージ本当に嫌いなんだよね。もう二度とやりたくないと思っちゃった。だからさ、これで新 EX 極めとかも星12個だしね、無理と思って。で、まあ、このパーティーにした理由は、もういろんなパーティー試してやってみたんですけど、まあ、これに落ち着いたっていう感じなんですけどね。まあやっぱりね、ハルトはもう必須だったね、私の中で。あとミリム、ミリムじゃないわ、ごめんなさい、なんだっけ、リムルよのこの新奥義での全ステアップと、やばくなった後半はこの奥義、とにかく連打してました。でボックスは私は基本奥義で全ステアップで回してました。ちょこちょこ新奥義でやってやろうかと思ってたんですけど、ちょっと全然余裕がなくてですね。でハルトは新奥義でガン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 回すっていう感じで、で水木を入れた理由は、まあ大体さ、どのゲームもそうだけど、そういう難しいクエストが実装された時って、その付近で出たガチャ、新ユニットが適正だったりするじゃないですか。だから絶対今回は12代目水木がテンプレに入ってくるんだろうなって思ってて、でも私引けなかったから、でもなんか意地でも水木私持ってるからさ、この古い方はね、なんか入れたくて入れた。理由で、そう入れたいなと思って、したらさ、このね、まさかのアビリティにさ、地形効果、煙獄の効果 60% 軽減っていうのがあったから、あ、
古いけど適正じゃねえと思って、こんな生半可な理由で入れました。でこのね、あの装備枠も優秀ですしね、紋章つけてないんだけど使ってなかったんだろうね当時あんまり。でこの子は新奥義で回してたかなって感じでやってました。でクリアした後皆さんのクリア履歴とか見て、結構やっぱ時間かかってる人多かったね。いや私が一番かかってるけど、なんていうの、結構かかってたね。であのランキングで見たら早くて1分切ってるぐらいで、いや1分切ってんのがもうめちゃくちゃすごいんだけどね、めちゃくちゃすごいんだけど。で私の愛しのバルティとか入れてる人いてさ、あの古い方のね、古い方の、あのファントムバレットじゃない方バルティ入れてる人もいて、あとミュゼ入れてる人多かったですね。やっぱミュゼで回復回復って感じなんだろうな、あれきっと。私これにね、ボックスのとこにね、桜ミラー入れたりしてやってみたりもしたんだよね。割と安定したんだけど、いやでもどうなんだろう、もっとうまいことやって装備やったら、もしかしたらこのタイムより桜ミラーの方が早かったかもしれない、わかんないけどね。いやもう本当になんか耐久でしたね。あでそう、最後ねこのボックスが落ちちゃってミッションクリアならなかったんですよね、悔しい。あそう、それでさ、クエスト自体もさ、あの2ウェーブあるじゃないですか。で2ウェーブの時にこう、まあ、最初の時もあったけど、あの2ウェーブはさ HP のさ、あのマルチョンあるじゃん、何個か、そこで敵がなんかしてくるやつ、あれでさ2体麻痺みたいにしてきてさ、麻痺あれ気絶、もうまーってなったくさーってなった。最近ああいうの好きじゃない？こないだのさ日曜日だったっけ、新しく追加された紋章級もさ絶対2人落とされるじゃん、なんかずるい最近のさグラ様の高難易度ってちょっとやらしくない？え、こういう方がみんな楽しいのかな。いやなんかそりゃさ、すぐクリアできたらね面白くないだろうし、それをこうどうするかっていう試行錯誤っていうのがすごい大事だと思うし、ゲームの面白いところだとは思うんだけど、なんかやらしい、なんかすごい職場のネチネチしてるおばさんみたいなクエスト多いなと思って、いや自分がねこうやって苦戦してるから文句言ってるのもちょっとあるけど認めるんだけど、いやなんかやりたくないなってなっちゃうイスリーダ皇帝が結構あの前の紋章級のやつはさテンプレだったじゃないですか。いやそれはさ、そういうのがいなくてもクリアできる、あの PS がある人とかね、装備とかねちゃんとできてる人とかクリアしてる人もいるんだろうけど、なんかそういう、いやでもねしょうがないのかな、何かがテンプレになっちゃうっていうのはね、まあ、その中で他のユニットテンプレ以外のものを使って倒すっていう楽しさもあるんだけど、まあ、そこまで要するに試行錯誤できるかって話だよね結局は。私みたいにもうやだってならないでできるかっていう話はあるとは思う、確かに。ただなんかこうちょっとやらしさを感じちゃったの、この最近の高難易度、まあ、私の場合結局ね紋章クリアできなかったし、今回も新 EX しかねクリアできてないので、もうあとはねもう皆さんの力を借りて、まあ、これぞマルチの醍醐味ということで、皆さんの力を借りてマルチでクリアするっていう風なのをね、あのいずれ生配信でやりたいなとは思ってますので、ちょっと文句もね言っちゃいましたけども、ぜひその時は皆さんのご協力のほどどうかよろしくお願いします。はい、ということでちょっとねプレイ映像がなくて大変申し訳ないんですけども、ぜひね皆さんの今回の銀像のクエストのクリア状況だったりとか、プレイしてみての感想だったり、いろいろね教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。